さあ、それではドンキーコングの続きやっていきます。さあ、今回は 6-4 雪玉の洞窟に挑戦していきましょう。全然洞窟感ないけど、あ、これはトロッコっぽいかな。レールがあるからね、これは気をつけていきたい。よし、じゃあ頑張っていきましょう。お、後ろの方には何か怪しい場所がある。さあ、キノコよく生えてるね、これ。さあ、まずはバナナからの、お、なんかトロッコ関係ないっぽい。お、よし。さあ、こう来て、よし、じゃあ今回はおじいちゃんでよっ。おーっと、まさかの、しまった。これを使ってここ開けようと思ったのに、これはむしろ一回やられちゃった方がいいのかな。あ、雪玉踏めるかも。ちょっときついか、これは。ちょっとまずいかな。何かアイテムないかな。ってか、まさかのロケットバレルかよ。ちょっと待って。まず一回これ、あー、でもなんかこういうところ、あ、いけたよ、いけたけどコインかよ。いやいやいや、もう一回の矢だから、矢だからとか言って、そんなこと言ってられないか。さあ、行ってしまったからにはしょうがない。なんかあの下のトゲトゲさ、当たるっぽくない。これ取れっていうの。いや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 、取れたけど、どっち。いや、下でしょ。いたたたたたたた、すごいことなってる。あ、これ、あ、ここなんかパズルピースっぽい。あー、これは絶対難しい。さあ、というわけで戻ってこれました。これはなんとか樽をキープしたまま左の方に行きたいから、まあ誰でもいいよね。さあ、慎重に、よっ、オッケー、ほい、よーし。これはまあ普通な感じかな。オッケー。さあ、これからロケットバレルに乗っていくっていうのがちょっと大変だけど、まあ頑張るしかないか。ちょっと待って、パズルピース7個って結構多くない？あと5つは絶対あるわけだ。ゴールに1個あるとしても4つくらいは取らないといけない。これはやっつけるべきか。おっとっとっと、よし、じゃあ行きましょう。さあ、これはまあ取らなくてもいいから、まあ頑張って取ろうと思うけど、やっぱり難しいな。さあ、これどうしよう。上行こうか。よし、 KONG は必死に取りに行きたいけど、上まで行けってのはちょっとさすがにプロフェッショナルすぎるでしょ。おっと、あたたたた、ここは、ここ絶対難しい。さあ、上からバナナが降って、どういうことなの。取り逃したらパズルピースが出るかもしれないっていうのがずっと残る。お、これは怪しい。取りたい。バナナだと最近ちょっとご褒美がきつい。どん、なんだお前、な、何、いや、目を奪われてるわけにはいかない。下だったか。そろそろハートが欲しいんだけど、厳しない。おっとねー、あー、くそ。このコースめっちゃむずいじゃん。さて、どこまで行ったっけ。無我夢中でやってるから、あー、君か、君かっていうか、あれ、氷の中で目とか動かせるもんだな。すげえな、これ。あー、無理しちゃいかんな。コインとバナナがもらえるだけでもありがたいと思わないと。さあ、これは、これなんか絶対途中である、あるけど、やったー。あー、これはなかなか厳しい。やられたい、正直言ってやられたい。あー、くそ。やられたくてやられたわけじゃないんだけど、生き残るのも結構難しいよ、これ。
これは上の方。よし、この後出てきたよね。これか。よーし、来たー。パズルピースは取っちゃえば OK だから嬉しい。おお、街並みが見える。それはいいとして、うわーっとっと、下下下下、いや上下、いや下今度は下でしょ。ああ、ここ上がってくんだ。あおー、まあいいや。さあ、道しるべからの、これはちょっときつかったか。おお、 S 字カーブとかずるない。すげえ、今のは気持ちよく取れた。おお、そしてゴールイン。わあ、ちょっとこれどうなんの、これジャンプできるんだ。うわー、ちょっと嘘でしょ。さあ、こう来て潰して、おい、さあ転がっていく。おお、気分爽快からの、なんか、お、いいんだ。嘘上から物が降ってくるなんて、やられたね。さあ、そしてロケットパレルからこういう面に移行するっていうのが珍しくて。なるほど、あのオレンジ色の橋はもう信用できない。飛びましょう。お、危ないから飛ばない方がいいから、これよし、 OK、 もう一回。嘘でしょ、いけるんだ、すげえな。ちょっと パズルピースは3個だけ、あと4つどこかにあるなんて。いや、取れ、あ絶望しかねえここからか。あのゴールの右側気になるからちょっと飛びたいんだけど。さあ、こう来て右側行ってみようか。ちょっと何かありそうなよ。おお、やった、よし。さあ、これをクリアすればパズルピースは7分の4ってことか。あー、しまった。俺ここ苦手なやつだった。今なんかすごく考えないで行っちゃった。いや、苦手だなと思いつつやっちゃった。あー、しまったここってどうやってクリアするんだっけ。折り返した後は下を通っていくべきなんだっけ。まあしょうがない。さあ、というわけでミスりました。あー、戻されるな。あー、もう、まあいいでしょう、ここは最後にやればいいから。とりあえずクリア。さあ、というわけで最後のパズルピースを逃して7分の3。うん、ってことはあと3つどこかにあるわけだ。これは結構厳しいな。よし。さあ、というわけでじゃあアイテム使っていきましょう。スコークスと、あとダメージ受けても1回耐えられるってやつ持っていった方がいいよね。スコークスを持っていけば、どこのこうバナナ取っていけば出てくるかってことが分かるから、これはもう重要でしょう。で、ロケットバレルを守ってくれます。これ2個持ってったら、あ、でもどうだろう、どうせほら取れなかったらやられちゃうっていうか、ミスしないといけないから、俺はこうしようかなちょっとケチいけどね。体力1プラスって関係ないよな。じゃあこれでいきましょう。よし、さあ行きましょう。高さでなんかスコークスの反応が変わったら困る。頑張っ、どういうこと、今の部分に何があった、全然わかんないんだけど。とりあえずやられちゃう、いや、やられないでいく。あの、いや、でも中間ポイント入っちゃったらダメだしな。この辺にはないっぽい。中間ポイントが近づいたら、あ、ここか、ここ、この難しいとこかもう2個わかるけどめっちゃむずい。あの途中のリング、バナナが2個あったところ、何すればいいんだろう。全部取れるのかな、これ。あ、ここからこう、これはでもちょっとよくわかんない難しさがあるんだけど、今みたいな感じだよね。ちょうどいいタイミングでこう8の字を取れればいいのかな。さあ、まずは下から入って、おー、来たー、できるもんだな。
てかあれをやれってすごく難しくない？スコークスいなかったらもう瞬間的に諦めるあれ。さあこの後は降りて S 字カーブするところ、ここはよっ、あーダメだ、くそー、自爆、もうめっちゃ普通にむずい。さあこの後降りていって、よし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 、きたー、オッケー、取れた。あーこれ、え、今のところどうなの、スコークスくん、まあいいか、よくないけど、オッケー、くそ普通に下手か。さあ上の方に行って、下の方に行って、お、え、反応がある、え、なんだろう、わからない。さあこの後なんだろう、え、うん、一連のあれを取れってことか。あーなるほど、マジか。よし、さあ頑張っていきましょう。これはん、どうやって取るんだろうこれ、え、わからん。さあ上上下上って感じかな。いやバナナだけでも取っていくか、いやダメかな、まだこの一連の部分か、わかった。さあどうやったら取れるか、これをこう来てこう来て、あーくそ、上、うん、2番目取ったら即座に上って感じか、ここは下行って上、うん、こんな感じかな、合計8つか、最初がわからない。さあハートが1つしかないからこれはまずい、よっ、よし来た。そして下下下上、あー取れなかった、ビビリプレイした。さあいけるか、ギリギリ取ってちょっと上げて、よし来た。さあそして下下いくよ、下から行って下行って上、来たー、よーし、ようやく取れた、オッケー、こっちご褒美なしかい、ここもやるんだ、おいー、オッケー、よし、ここまで来たらあとはゴールだけ、お、ゴールだけというかゴール付近のパズルピースだけ、いやめっちゃ難しかったな。なんていうかな、もう力加減がすごく微妙すぎて非常に大変でした。よし来たー、よっ、さあ最終決戦、よっ、おっ、ここまではいいんだけどな、この折り返すところ、あーちょ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 、戻る戻る、あ、ここで行けばいいんだ、おー、ちょっと危なかったけど、いけたいけた、今までちょっと急ぎすぎてたってことかな。よし、さあこれを怖いよ、さあ登ってほっ、きたー、いやここ手に汗握るな。よーし、 OK。 さあというわけで、あーっと危ない。よし、さあしっかり風船じゃないや、 DK 狙っていきましょう。まあしょうがないか、ちょっとあの高さが足らんかった。よーし、いやー大変だった。もう最初から最後まですごく難しかった。よし、さあなんとかコンプリートできたかな。いやー大変だった。いやあの力加減の難しさがこう画面上では伝わらないかもしれないけど、すごくね大変でした。あとなんていうかな、やられたというか、わざとミスした後に例の場所まで行くのに結構時間かかるからさ、もどかしいんだよね。そこまでちゃんとやらないとハートも減っちゃうし、なかなか大変でしたね。さあそういうわけでブライアンドバイに入っちゃいましょう。あれ、ここから OK。 お、寒そうね。よし、じゃあガシャポンやっちゃおうかな。あ、シャカポンだ、名前どっちでもいいか。よし、じゃあ今回は奮発して
20連やっちゃおうか。もしかしたら全部揃っちゃうかも。よし、はい。ザ・ヘルンペンが残念。まさかのダブリ。お、ボムペンギー。おお、ペンガーじゃなくてペンギーなんだ。違いがわからない。あ、ホルムペンガー、なんか名前違ったかな。ファイアコール。ボムジャビット。あー、ジャビットくん、ジョビットくんのでかいバージョンだからジャビットくん。お、バクラウォラス。バーンコール。あの鬼火というか人玉的なやつってコールくんが常に燃えてるってことなの。え、そうなのかな。マジで今度よく見てみないと。ちょっと顔がアップすぎてわからないけど、そういうことか。ポンピー、あー、最初のボスか。ペンガラン、なんか見た目完全にペンガーなんだけど、あのランってついてると強いとかそういうこと。ヘルムジョビット、ヘルム系みんな常備だね。ヤリペンゴー今度はペンゴーが出てきたけど、あの眉とか顔がちょっと違ったりするのかな。はい、スカール。おお、いたね、このボス強かったな。でもちょっと可愛い。ジョビット、ポンピー。お、パンパップ、パンパップ。あー、あの強いボスいた、ハリセンボンみたいなやつ。正面から見るとすげー憎らしい顔してるけど、まあいっか。プリガイズナイス。結構なんか被っちゃったりもしたけど、まあいいでしょう。備えあれば憂いなし。あ、結構あるね。じゃあいっか。でもスコークスはまあ5個あればいっか。よし、出ましょう。オッケー、スノーマッツを吹っ飛ばせ。よし、じゃあ今回は次回予告見ちゃおうかな。さあ6-5、スノーフォレスト。わー、なるほど、雪の森か。なんか樽で移動してるから、なんか樽のなんかコースがたくさん続くかなと思ったけど、そうでもないよね、普通に行くからね。上の方はあれは軽コースか。なるほど、いやでもまだまだいっぱいコースが残ってそう。さあというわけで、じゃあ今回こんな感じで終わりにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。